京都へおやすのミスター京都アッキーです。はい、本日も撮影のご依頼誠にありがとうございます。今日はね、上京区までやってきました。上京区の丸太町専門を上がったところに美味しい丼のお店があるということで、本日初めてお伺いさせていただきます。そしたら今から早速乗り込んでいきたいと思います。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そしたらね、あちらが千本丸太町です。それを北の方に上がりまして、行きますとあるんですよ、小野亭さん。老舗ですよ、老舗名店ですよ。こちらの丼が美味しいということで、お伺いさせていただきます。どうですかこれ、いい感じでしょこれ。小野亭さんです。テイクアウトもできるそうです。お持ち帰り弁当です。そしたら初潜入してきます。あ、すいません、お邪魔します。予約制ですけども、こちら鍋もされてますんで、はい、またよ、あ、奥に座敷あるんですか。もうちょっと映しごここで、あ、奥に座敷があるということなんですけども、ここで鍋とかもできますんで、皆さんぜひよろしくお願いいたします。一人の方も、一人鍋という形で準備していただけるそうなんで、またよろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。あ、はじめまして、すみません、今日はメニューはお任せというと、はい、ことなんですけども、はい、はい、あ、小野です。あ、ありがとうございます、すみません、よろしくお願いします。今日はメニューは何を、はい、まあ、一番、まあ、私とこのナンバーワンのスタミナ丼、国産牛を使ったスタミナ丼なんで、はい、で、まあ、卵も、まあ、生卵が入るんですけども、はい、こだわりの生卵があそこにあるんですけど、一応書いてあるんです。あ、はい、あの卵が要するに乗ります。なるほど。でね、大体メインがね、大体、はい、うち卵がほとんど使いますので。ああ、そうなんですか。卵料理が多いんで、はい、で、まあ、今も作ってるのは、はい、あんかけだし巻き。あんかけだし巻き。よそにはないだし巻きです。ないですね。はい。これは食べていただいて。じゃあ、まあ、よろしく、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そしたらね、まず料理が出来上がるまでですね、こちらのあんかけだし巻き、これをね、いただいていきます。珍しいですね、だし巻きにあんかけがかかってるっていうことで、500円。ということです。生姜かな、生姜、うまそうですね。しゃあしゃあ、そしたら一ついただきます。はい、ではね、丼が出来上がるまでにこのあんかけのだし巻きをいただきます。だしがむちゃくちゃ効いただし巻きに、さらですよ、このあんかけが絡まって、だしの上にだしが効いただし巻きです。これはうまいです。これはね、ビールが欲しくなりますね。でもね、今日バイクなんですよ。はい、
このね、生姜が加わることでね、京都風のこのあんかけの京料理みたいな感じですごく美味しいです。これはうまい。今日はね、ちょっとあと何品かご紹介させていただきますけども、とりあえずあのこちらが名物のスタミナ丼です。見てください、これ牛肉と玉ねぎが具だくさん、ほんで生卵が乗ることによりさらに飯テロになっております。こちらが550円、昔から変わらない料金でやられております。550円です。見てくださいよ、これが550円ですよ。材料が上がっても昔から変わらない料金で、はい、販売されております。そしたら早速いただきます。うん、うまい。実はね、なんとオイスターソース、それとニンニクで味付けされてるそうです。ほんまに今まで食べたことのないスタミナ丼です。美味しいです。これはね、ほんまにうまいわ。安い、びっくりですよね、これ。これでね、さらにね、うまさがね、倍増するんですよ。見てください、これ。うわ、幸せになりますね、口の中が。うまいうまい。ぶっかけセット750円、夏にぴったりのさっぱりしたセットです。ぶっかけうどんに、卵かけご飯、これのセットで750円です。そしたら醤油を、はい、少し醤油をかけて、こんな感じかな。そしたらいただいていきます。そしたら冷やしうどんいきます。みょうがとかね、大根おろしも入ってて、これは体にも良さそうです。よいしょ、むちゃくちゃ冷えてるわ。いきますよ。麺バキュームでいくぞ。バキュームしてるわ。だしもね、しっかりだしが効いてて、この暑い時にぴったりですよ。めちゃくちゃうまい。そしたら混ぜます。飯テロじゃ。ほんま醤油少しで全然味してますよね、これ。海苔の味がね、はい、香ばしくて、その海苔はあんまり結構いい海苔使ってる。そうですね、美味しい。この海苔とね、卵が相まってね、お普通の卵かけご飯の味じゃない卵かけご飯。うん、めっちゃうまいわ。それでは続きましてね、こちら紹介させていただきます。うなぎ錦糸丼、見てください、このボリューム、うなぎのボリューム。これでいくら思いますか。なんと
1000円切って850円ですよこれ。むちゃくちゃ安いでしょこれ。うなぎもごっついですよこれ。はい、見てくださいこれ、うなぎごっついでしょこれ。こんなん普通やったらもう1000円超えますよ。どんなんでしょうかね。もうこちらのマスターは全て手作りです。はい、ソースも手作りだから、よそにはない味を楽しめる。はい、見てくださいこれ、錦糸卵も山盛り入ってふわふわうなぎです。これいただきます。うまい。上品が安いからよくあるじゃないですか、こういう薄いうなぎ。でもこんなんと全然違うんですよ。ほんま肉厚でふわふわのうなぎで、もうね、卵も惜しみなく使われてますから、これはたまらんね、ほんまに最高の贅沢ですよ。これ食べに来るだけでも値打ちあるんちゃうかな、これほんまに。うまい。いやー、むちゃくちゃうまいですね。今日は3種類のメニューをいただきましたけど、まだまだ気になるメニューがたくさんありますんで、また改めてお伺いさせていただきたいですね。ほんまにありがとうございました。ありがとうございました。はい、むちゃくちゃうまかったですよ。はい、ほんでね、みんなたくさん出してくれはって、食べきってへんやろ思うけど、あのお土産にしていただきました。ほんますみません、ありがとうございました。はい、家帰って晩ご飯にいただきます。はい、はい、ということでごちそうさまでした。本日は上京区の丼屋さん小野店さんでいただいてきましたけど、いやほんまね、全部ねこの独自の、作り方で、料理されてますんで、むちゃくちゃうまかった上に、ほんで安くてむちゃくちゃボリュームのあるお店でしたね。ほんで結構出てきたんで全部食えるかなと思ったけど、こうやってテイクアウトもできますんで、はい、皆さんぜひ上京区で美味しい丼、定食など食べたいなと思われましたら、こちら小野店さんお越しいただいてはいかがでしょうか。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。はい、今日の晩飯はうなぎじゃ。ありがとうございました。